リップスライムは 4MC プラス 1DJ で構成される日本のヒップホップグループ。所属事務所は田辺エージェンシー。所属レコード会社はワーナーミュージックジャパン。ヒップホップクルーファンキーグラマーユニットに所属。2018年10月30日をもって活動休止した。1994年8月、領事、エレマリ、ペス、DJ ショージ。 DJ シゲのさん MC プラスに DJ にて結成。グループ名の由来は、初期メンバーであり MC である、領事、エレマリ、ペスの頭文字を取り、それに当時流行していた、ガング、スライムの綴りを変えた、スライムを組み合わせたもの。もともとは、ギビニバンコ、24-7という名義でも活動していた。同年12月、ヤング MCS インタウン新人ラッパーコンテストで、 優勝している。メジャーデビューは2001年3月だが、プロジェクト自体は、田辺エージェンシーと、ワーナーミュージックジャパンによって1年前の2000年から始められていた。デビュー翌年に、リリースされた、セカンドアルバム、東京クラシックは、日本のヒップホップ史上初の100万枚を記録した。2000年代2010年代、インディーズメジャーダウンロード限定配信インディーズメジャー。 その他参加作品その他、ありがとうございます。